政宗の十男伊達宗勝、我こそが仙台藩主。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり紀行は、政宗の十男伊達宗勝について紹介していこうと思います。江戸時代の四大お家騒動の一つ、伊達騒動。その元凶と言われるのが、政宗の十男伊達宗勝です。政宗の十男伊達宗勝、大物藩祖伊達政宗をいただく62万石の仙台藩、その大半を揺るがしたのが伊達騒動です。最後は大老酒井忠清邸で4人の死者を出す大立ち回りまで引き起こしましたが、その陰でうごめいたのが政宗の十男伊達宗勝でした。宗勝は元和7年1621年の生まれで、幼名は千勝丸。異母系で2代目藩主伊達忠宗が生存中は特に不穏な動きは見せません。正室めご姫を母とし、兄でもある忠宗が藩主となるのは当然と納得していたのでしょう。忠宗も仙台藩の地位を高め、経済基盤の確立に手腕を発揮するなど、立派に藩主として務めます。雲行きがおかしくなるのは、三代藩主綱宗の代になってからです。綱宗は忠宗の六男ですが、素行がよろしくなく、酒乱の毛があり、忠宗も最後まで家を継がせるかどうか思い悩んでいました。兄弟はいましたが、いずれも創生したり他家へ養子に出たりして残っておらず、結局綱宗が三代藩主となります。伊達家のお家騒動はこの時に種がまかれました。案の定、素行不良につき、満治3年1660年7月、綱宗に幕府より筆則の命令が下ります。次期藩主には家臣や親族大名たちの話し合いで、わずか2歳の綱宗の嫡子亀千代が擁立されます。陽君亀千代擁立、これには宗勝は大いに不満です。だからあのような酒乱男などに任せず、政宗公の血を直接引いているわしを藩主にしておけばよかったのだ。それなのに今また2歳の幼児を藩主にするとは。この藩主交代劇の時にささやかれたのが、老中酒井忠清と宗勝が組んでの伊達家乗っ取り作戦です。綱宗をさっさと引退させ、伊達家の六高のうち30万石を宗勝に与える、15万石を親戚関係にある九州柳川藩の立花大八に、残りを田村宗義と白石城主の片倉小十郎にと、まるで伊達藩を好きなように分け取りの図式です。これに気づいた将軍家側用人の久世大和守博之、後の老中が伊達藩の江戸家老茂庭周防貞元を屋敷に呼び、忠清と宗勝の企みを阻止するため、早々に嫡子亀千代の相続願いを幕府に差し出すよう忠告しました。助言を受けて伊達家より提出された相続願いに対し、老中酒井忠清は宗勝をはじめ家老茂庭周防片倉小十郎ら伊達家関係者一同を屋敷に呼び出し、裁定に当たります。わずか2歳の幼児に大半を継がせるのはいかがなものか。政宗の血筋には立派な年長者もいるであろう。酒井のもっともな言葉ですが、茂庭はきっぱりと言い切ります。亀千代は綱宗の実子、政宗の正当な血筋のものです。幼少ゆえ家督相続不可とあらば、伊達家を取り潰しもやむを得ませぬ。緊迫した空気が流れますが、老中阿部忠明が口を開きます。茂庭周防の申し上最もである。一同次のまで控えるように。後見人宗勝、吟味の後
亀千代相続が認められますが、2歳の幼子では話にならず後見人がつきます。それが宗勝と2代藩主忠宗の三男田村宗義です。この2人は叔父と甥になり、年も違えば権威も違います。寛文4年1664年には宗勝の息子宗興が老中酒井忠清の養女を妻とするなど、幕閣の要人とも縁続きとなり、宗勝の勢力はますます増大していきます。忠清はこの2年後に幕閣の最高位大老職に就きます。藩主にはなれず、仙台藩分け取りの企みもついえましたが、藩主は2歳の幼子、わしのさじ加減で藩政などどうにでもなるわ。宗勝はほくそ笑みました。養訓をいただいた仙台藩では早速、江戸家老茂庭貞元と国家老奥山大学の確執が始まります。この争いは共倒れのような形で決着がつきましたが、藩内に新たな体制が敷かれます。目付役の中から3人が選ばれ、後見人直属の監察官として家中の者の動静に目を光らせるようになりました。家老といえども落ち度があれば一家一門が厳しく糾弾されます。後見人直属といいますが、実質は宗勝の手足です。これを大いに活用した宗勝は、腹心の目付に藩内の情勢を探らせ逐一報告させますが、その筆頭にいたのが渡辺金兵衛という男です。この男、出自もはっきりせず、ひたすら藩内を嗅ぎ回っては宗勝の利益のために働きました。養訓6冊未遂事件。寛文6年1666年、伊達家江戸屋敷で奇怪な事件が起きます。8歳になっていた藩主亀千代毒殺未遂事件です。亀千代の近似の者が藩主へ奉る食事を口に含み、たちまち悶絶してそのまま死んでしまいました。驚いたそばの者が犬にも食わせると、これものたうち回って死にます。事件究明に宗勝が乗り出し、藩主の毒殺を図ったとして御殿医河野道遠とその子が処刑され、近親者や奥女中が身柄お預けとなりました。これで解決したように見えますが、実は陰で糸を引いていたのは宗勝で、亀千代を殺してその後釜に自身の嫡男宗興を据えようとしたとの話が伝わります。ことがならずに露見したので、自分が関係していたとわからぬよう自分で戦議に乗り出したとの筋書きです。ただ亀千代の下には2人の弟がおり、亀千代1人を殺してもどうにもなりません。歌舞伎の演目名木仙台派に一番の見せ場にもなっているこの事件ですが、真相はわかりません。一応宗勝が解決した形となり、宗勝体制は一層強固なものになります。正史。この毒殺未遂事件では藩内でも宗勝に疑いの目が向けられ、金兵衛はその声を抑えるために批判派の粛清に躍起になります。標的となったのは貞元と大学の両家老が藩政から退いた後に、寛文3年1663年に原田海と共に家老となっていた伊藤新左衛門重義です。新左衛門は家老就任の内命を受けた時に宗勝田村宗義の2人の後見人から制止を取っていました。実は新左衛門は家老就任後病気でわずか2ヶ月で亡くなるのですが、死期を悟ったものの何者も恐れぬ気迫で両人に制止提出を迫ります。その内容は、中言を剣ずる者あらば非戦の者であってもこれをみだりに捨ててはならぬ、神祖によりて処罰を傾聴せず
阿谀弁慶の輩を大敵と思うべきこと、両後見者においては互いにいささかも隔てて心を持たざること、至って当たり前のことを書いていると思うのですが、どうも宗勝はこの正史が自分の地位を脅かすものと思ったようで、躍起になって取り戻そうとします。後見人たる自分が目下の者に迫られ正史を差し出す行為が己の尊厳を傷つけると思ったのでしょうか。新左衛門は死に臨んでこの正史をいとこの伊藤七十郎に託し、宗勝の手から守ろうとしました。宗勝よりの返還要求にも応じない七十郎、それどころか小姓頭里見十左衛門が宗勝の失政11箇条と書き連ねて公然と宗勝批判を始めた時にはその後ろ盾となります。藩の内情が幕府へ、毒殺未遂事件の怪しげな動きなど、藩内には宗勝に対する不満が抑えがたく、ついに反宗勝派のリーダー伊達明宗茂が動きます。寛文10年1670年3月、宗茂は江戸出府を決意し、それが大老酒井忠清の耳に入り、宗勝に肩入れする酒井から亀千代様ご成長まで訴訟は遠慮するようとの書状が届きます。しかしそんなことでへこたれる宗茂ではありません。幕府から派遣されている国目付へ訴え出ます。宗勝がこと悪心あり、渡辺金兵衛、今村善太夫と申す両悪人、宗勝におもねり諌めることもせず、業績甚だしく悪しき者、もうはっきり悪人呼ばわりですね。ここまで来れば幕府も抑えきれず、同年12月、幕府より宗茂に来年2月下旬江戸上府のことと呼び出し状が届きました。明けて寛文11年1671年2月2日、宗茂は家中の3分の1にあたる260名を率いて江戸を目指します。全員死を覚悟していました。この後関係者が呼び出され、最低の席で原田海が乱心し脇差しを抜きました。大老酒井の屋敷内で多くの者が刀を振り回す人情沙汰は、結果4人の死者と多数の怪我人を出す大不祥事となります。伊達藩お取り潰しになってもおかしくないところを、これは死闘であるとの幕府の見解で、亀千代並びに伊達藩へのお咎めはありませんでした。宗勝処罰。対して藩政を専横していた宗勝へは、騒動の元凶として所領没収の上上土佐へ入るの沙汰が下ります。宗勝の嫡男宗興は父に連座して小倉藩にお預け、宗勝の手足となって動いた今村善太夫は宇和島藩に入る、渡辺金兵衛は伊予吉田藩へ入ると決まっていましたが、その前に絶食して自ら命を絶ちました。多数の関係者の思惑が入り乱れた伊達騒動はひとまず決着を見ました。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの分前の上のボタンからチャンネル登録できますので、登録していただけると嬉しいです。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。